の後はトイマニだったかな、トイストーリーマニア、なんかシューティングゲームにして行ったの、トイストーリーマニア。で、これね、誰だっけな、誰か、あれ、ソラ先輩かね、ソラ先輩かなが、なんか、3チームに分かれて、得点が一番少なかったチームがチロスおごろうよみたいな話になって、あ、いいよ、いいよ、やろうよと。で、ペアが、どうだったかな、ムー、ペコムナ、トワイオフィかな、トワイオフィ、スバリス。この3チームでやったの、この3チームで。で、ペコーラは、リスちゃんから、ムーナはシューティングうめえから、みたいな話も聞いてて、その、並んでるっていうか、その、行ってる時ね、トイマニに。わ、これ勝ったじゃんみたいな。お、もうこんなん優勝ですやん。でも、トワさんも確かに、エーペックスとかうまいし、いや、でも、いけるいけるとか、いや、ソル先輩もディズニーガチ勢だけど、まあ、いけるっしょ、みたいな。いや、これ勝ったな、と思ってた。一番ビリになんなきゃええから、こんなのって。でも、あれね、マジで、右腕死んだペコちゃんはやっぱ利き手右手だから、引っ張ってなんか、当てるのね。なんか丸いやつをなんかブブブブブって引く感じで当てていくのも、シューティングってでもなんかボタンをポチって押すんじゃなくて引くから、もう右手がもうずっと、うららららららって感じで、で、隣のムーナもさ、がすごいね、シュ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 ってさ、やってんだけど、もう途中あいまいまの休憩の時にもう右手が二人で、痛い。でももう、無理だよ、もう次もあんのかよっていうぐらいで、もうシュ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 ってずっとやってたわけよ。やばかったよ。でも、なかなか二人でいい点取れたね、みたいな感じになって、三チームで終わりました。あれね、なんかもう三チームともなんか結構意外となんか、あれ自信あるね、みたいな、終わった後にね。じゃあ、せーので出そっかって言って、せーの、ポチってやったら、スーバル先輩チームが30万点ぐらい、トワ様チーム29万点ぐらい、ペコフラたちが23万点。え？こんなにも差が出るの？二人であんなに一生懸命頑張ったのに、こんなにも差が出るんだと、ビリになりました。はい。ビリになりましたのでね。チロスを、じゃあ、お腹すいたら、しようかと。いうことで、はい、ボロ負けしました。いや、やっぱね、言われた、攻略方法あるんだよと。攻略方法あるから、負けるわけないと言われて、くそ！なんでや！これでしたね。まあでも、まあ楽しかったからええかと。